大将は3代目なんですか。へえ、のれんに昭和26年創業。これはジュレですね。あ、そうです。天草の岩牡蠣ですね。いやすげえ、めちゃくちゃうまいですね。お風呂ぐらいの温度に浸しにちょっと浸しと。カマスですね。火入れがレアですね。地物なんですか。あ、地物です。うーん、鮎の裏ごしですね。タチウオですね。うまっ。ふわふわですね。あ、そうなんですか。うわ、なんだこりゃ。なんですか。大根おろし、味噌レア。味噌レアもあったから、エビもあったから。エビもあったから。はい。ヤリイカですね。うわー、綺麗。めちゃくちゃうまいです。イカもあれですか、この包丁で、はい、すごい甘いなって感じたんですけど。置くのがこうお皿っていうのも、はい、なかなか珍しいなって。はい、イカがアリカの皮物です。せっかくですなら、家の作品をちょっと使いたいなと。じゃあ、タイですね。どうぞ。うわー、綺麗。ミルガイですね。うわー、うわー、アジですね。美しい。でか、なんでこんなもっちりしてるんですかね。頭からここまで一口で食べられるような味が、ここからこう失礼します。うわー、綺麗。うまそう。これ美しいですね。うまっ、ムチムチですね。ヤイトガツオですね。スマガツオとかも大丈夫。あ、スマガツオ、はい、はい、美味しい。九州の。そうですね、これ長崎に来てるというのがノドグロですね。いやー、表面だけちょっと皮だけちょっと油口にこうまとわりついてくる油が、はい、マグロとキュウリとあとあのエビ、こちらの方が全然カンパクト。美味しい。例えば背中の方が弾力が強いので。うん。じゃあタイですね。うわー、綺麗。一番脂が乗ってる方ですね。はい。すごい脂が。片身2貫ぐらいこれ。あ、そうだった、ね、食感が全然違う。全然違うでしょ。でもどんどんなんか脂がタイのトロって感じですね。そういうところになりますね。毎日魚屋さんにですね、腹だけもらってるんです。
で毎日3日目の状態になるようにそこの部分にして1日2人までその美味しいところを食べます。寿司いいっすね。美味しいっす。